あなたは春にはいいニュースが舞い込んでくるよと言った。桜の花は春の限定商品って感じだね。もし春の味って何って聞かれたら、このコーヒーが一番って答えるかな。だから春への返信を真剣に書きたいと思う。ねえ、あの木を見た？頬を撫でる春風が眠っていた市場を呼び覚ます。いつでもあなたに気づけるように、春のすべてを記録に残せるように。見知らぬけれど、なんだか親しみのあるあなたに共有したい。ねえ、私たちは同じ木を見ていると思います。香りが流れ、指先を奥ゆかしく揺らぎ、春と日差しが全ての贈り物だと思っていたけれど、見上げると桜の花びらが降り注ぎ、透き通る川とうららかな空、それが私の中の春。無数の春の風の中でまた会えるように。